そういうご飯が食べられなくなってですね、はい、そうこうするうちに心肺停止しちゃったんで、そうですか。そうなんです。どの女優さんの顔になりたいって言われて、無理ですって言われたんですよ。じゃあ何でできないんじゃないかよ。どの女優さんにって聞かなきゃいいの。どう持ちんのみたいなこと聞いたら、はい、お姉さんちょっと怖いんですけど。その後ですね、ご病気になられるんです。あ、そうですね。それからまあ8年前かに、急にご飯が食べられなくなってですね、はい、でなんかどんどん痩せてったんですよ、はい、それでまあ痩せてくから体力もなくなって、でなんかうちからその新宿駅までちょっと歩いただけで、はい、もうなんか息が切れちゃって、それでなんかもう、電信柱に、はい、電信柱っていうかなんか街灯みたいなやつに捕まって、はいはい、はっはってあのしゃがみ込むぐらい。急にですか？まあでも1週間2週間ぐらいだったと思うんだけど、もう急激にどんどん体力がなくなって、はいはい、おかしいなと思ってですね、それで高梨クリニックっていうあの、はい、私の顔の主治医がいて、はい、ね、仲が良かったんで、はい、一緒にご飯食べる約束して、はい、そしたらその高梨先生が、はい、うん、痩せたねとか言うから、うん、いやいや、ね、夏バテだと思うんだって言ったら、うん、いやいやいや、そうおかしいから、うん、絶対病院って検査 してもらいなさいよって言うから、はい、で翌日検査に行ったんですよね、はい、そしたらその場で検査入院みたいなことになっちゃってですね、はい、で毎日毎日検査を。びっくりですよね。びっくりですよ、検査の嵐でね、はい、そうこうするうちに心肺停止しちゃったんで。そうですか。そうなんです。ですぐに看護婦さんがね、はい、心臓マッサージとかしてくれて蘇生処置をしてくださったんで。全く意識ない。もう私はね全然覚えてないですね。で3日ぐらい意識が戻らなかったんだけど、はい、うん、ステップパーソン病、スティフパーソン症候群っていう病気じゃないかなっていう、ないかなと主治医の先生が。じゃあぴったりと当てはまってるわけじゃないわけですか。そうじゃないみたいですね。多分それが一番近いんだけど、それにしてはなんていうか当てはまらないのがいくつもあって、はいはい、どれにも当てはまらないらしいんですよ。困っちゃいますよね。そう、そう、しばらく診断名がつかなくって、はい、でそれはいいんだけど歩けなくなっちゃったから、はい、障害者じゃないですか、はい、で障害者手帳をもらおうとしても診断名がちゃんとしてないともらえない、手続きができないから、主治医の人に、はい、とにかく診断名をね、はい、その障害者手帳のためだけにも、はい、うん、お願いしますって、ジャスティフパーソン症候群だと思うんで、はい、思われるんで、はい、ただ 100% 確信がないって言われて、まあ、その一応暫定的にその診断が下されたんです。今治療はされてるんですか。今だいたい3ヶ月に1回ぐらい、はい、定期的に行って投薬をしてもらってます、はい、薬を飲んでるんで、はいはい、でも本当に歩けなくなった時は一時期車椅子だったんで、結構絶望しちゃってですね、はい、もう生きててもしょうがないよとか思ったりもしましたけど、うん、それを支えてくださったのがご主人ですか。もうね、介護はしてもらいましたね。そうですか。退院してね、家に帰ってきても私車椅子じゃないですか、はい、んでやっぱり私がトイレ行くために風呂入るとか、はい、なんかのためにずっとこの人が車椅子をしたり、はい、体を、はい、便器の上に乗せてみたいなことをしてくれてたんで、はい、なんかこの人も寝る暇がないぐらい、なんか介護疲れでさ、はい、自分のベッドじゃなくてさ、その辺のソファーでもうぐったり寝ちゃったりしてる時に限って、おしっこが猛然としたくなるとかさ、おしっこの場合、まあ、おむつもしてることだし、なんとかなるんじゃないかと思ったんですが、はい、やっぱり成人用のおむつとはいえ、はい、やっぱり量が多いと横漏れしちゃうから、はい、そうなんですか。そこで私は考えてですね、はい、ゴミ袋があるじゃないですか、あれのこう下の端っこを2箇所切って、はい、ここにこう足を入れてですねでこうウエストで紐で止めて、すみません、笑っちゃいけないですよね、うん、一生懸命やられてんのに、うん、ごめんなさい。いや冗談、冗談でいい、笑い話なんですけど、そ
そしたらたとえおむつの中でおしっこして、はいはい、横漏れしたとしても、はい、このビニール袋にたまるじゃないですか、でウサパンと名付けてですねあの平野レミさんのレミパンにね、はい、対抗して、はい、ウサパンと名付けて、はい、特許申請するとか冗談言ってたんですけど、ちゃんとおしっこはたまりましたよ。でもあんまり使い勝手は良くなかったですけどね整形をされましたよね。あ、整形ね、はい、うん、もともとは整形のきっかけってのは高梨クリニックの院長と仕事で雑誌で 対談をしたんですよ、はい、その時まで整形しようなんてあんま思ってなくてっていうか全然思ってなくてですね、はい、その頃はもうすでにお洋服買うこと、もう買い物依存症、はい、いや、ホストに移って、あ、ホストがあったんですか、うん、でホストにハマった後、はい、高梨クリニックの院長と、はい、雑誌で対談する機会があって、なんか整形についていろいろ話を聞いてたら、だんだんなんか面白くなってきちゃって、その時に先生が女性セブンとかそういうような週刊誌と女性誌と組んでなんか企画やろうよって言って、45、6ぐらいだったと思うんだけど、整形してどれぐらい若返られるかみたいなのを私の人でやろうってことになって、でどうせだったら芸能人に見せようみたいな、それでどの女優さんの顔になりたいって言われて、中山美穂って言ったんですよ、はい、無理ですよって言われたんですよで次は高島礼子って言ったら、はい、無理ですって言われて、いや何もできないんじゃないかよみたいな、どの女優さんにって聞かなきゃいいのに、そう、そうなの、聞かなきゃいいのになんでできないのって言ったら、はい、目を大きくすることはできるけど、はい、細くしたりすることはできない、目の形を変えることが、はいはいはい、だから私が中山美穂とか、はい、ああいう美人系がすごい好きなんだけど、はい、あれは無理だって、はい、やっぱりこう目の形が似てる女優さんじゃないとダメだって言われて、はいはい、もうじゃああんたが決めてよって言ったら、ただじゃあ沖縄恵なんかどうですかって言って、はい、うん、何でもいいっすよみたいな感じになってですね、うんうん、沖縄恵に似せるっていう企画をやったんですね、はい、そしたらね、それがすごい楽しかったんですよ、はい、うん、整形にはお金を使ったんですか？整形はね、結局お金は使ってなくて、はい、ていうのも私、高梨クリニックで整形の、はい、すると、はい、そのことをブログにやよっせで書くっていう、はい、バーターの条件で、その代わりタラでやってくれるんだけど、はい、先生がやりたいことが優先なの、私がしてほしいことより、はい、だからおっぱいなんかも、はい、別に私胸がね、はい、小さいまま40何年間も生きてたからさ、はいはい、胸なんかに興味なかったんだけど、はい、胸入れましょうよとか言って、はい、会うたびに言われて、はい、最初はシリコンを入れずにヒアルロン酸を注射して胸を膨らませるっていう、すごい量じゃないですか、すごい量なんですよ、それをやったら、はい、でもヒアルロン酸って吸収されちゃうから、はい、まあ 2、3 ヶ月経ったら元の胸に戻っちゃうのね、はい、戻ったらさ、前より胸が小さくなっているような気がしたの、はい、だから3ヶ月の間に私はすっかり自分は胸があるっていうふうに、はい、私の脳が自分像を書き換えちゃうの、上書きしちゃって、はい、それで元に戻ったら、こんなに胸が小さいはずがないと思って高梨に文句言いに行ったんですよ、なんか平野さんと一緒に元の胸まで吸収されてたって そんなことあるわけないじゃないですかとかって、元からこの大きさでしたよって言うから、そんなことないもんとか言って写真見せられたりして、はい、で、でもやっぱり胸が大きかった時の方がなんかどやみたいな感じ、うん、それでやっぱりシリコン入れようみたいな話になって、シリコン入れましたね、うん、それでグラビアかなんかって、あ、胸出しましたね、はい、うん、まあ抜いちゃいましたけどね、この間。そうなんですか。もうこの年になってですね、もうおむつ履いてさ、杖ついてさ、よろよろ歩いてるようなババアに、しかも64歳だよ、こんな64歳のババアにさ、なんかあの胸なんかあったって意味なくないと思ってさ、もったいないもうそれでしかも太ったんですよ、あの病気してからね、ほんで服が入んなくなっちゃって、おっぱいがあるから入んなんじゃないかとか思ってね、おっぱい抜いてくれとか言って高梨に抜いてもらったら、入った服と入らなかった服がありましたそしたらもう皮が伸びちゃってて、ちょっと胸があの抜いた分ね、垂れちゃって、
なんかこの人に、なんか親方とか言われちゃう、うん、貼る場所はいつですかみたいな、そうですね、みたいな、こっさんですみたいに、ナムネになりました、うん、そうですか、もったいなかったですね。いやでもそれはそれでネタになったんで、あ、そうですか、その親方のおっぱい写真をみんなに携帯で送ったりしてます、はいはい。じゃ あ, 風俗をやられたのもやりましたね、はい、うん、それもやっぱりご自分が経験してみんなに教えたかったんですか。それはね、自分がまず興味があったのと、はい、セックスワーカーに対する世間のね、はい、なんか視線っていうのか、そういうのにちょっと納得できない部分があるっていうのかな、はいはい、で一番思ったのは、ある精神科医の人にその質問をしたら、はい、魂が汚れるからって言われたんですよ。そんなことを安易に言うかなと思って、うん、だって私の友達のセックスワーカーは別に汚れてる感じもないし、はい、うん、でそういうのもあって、なんかそのセックスワーカーに対する世間の目みたいなことに対する反発みたいなのを常々抱いてはいたんだが、自分がやろうとまでは思ってなかったんですよ、はい、その頃まではね、はい、ただこんなに美容整形して若作りして、はい、詐欺みたいに整形してんのに全然モテないわみたいなみんな美人と巨乳が好きなんじゃないの、うん、みたいなさ、うん、思っちゃってさ、はい、うん、それでなんかお見合いパーティーとかですね、はい、合コンみたいに行ってもね全然モテないんですよ。これはなんでだろうと思って、はい、で新潮社の編集者が友達だったんで、はい、ある日飲みながら愚痴を言ってたら、はい、やっぱ女の価値っていうのはさ、数値化できないじゃない、うん、まあ男の価値も、うん、でも男の価値って結構収入とかさ、身長とかさ、はいはい、数字に換算して語られることがあるじゃない、はいはいはい、女の価値ってさ、モテてるって自分が思い込めばさ、うん、何でもありみたいなとこって女はあるじゃない、はいはい、数値化されないから、はい、でじゃああれデリヘルとかでさ、いくつ指名が入ったとかさ、はいはい、ね、いくら稼いだとか、そういう数字の換算の仕方だったらデリヘルぐらいじゃないですかみたいなことを冗談で言ったので、うん、はい、私がものすごく面白がってやろうみたいな、はい、うん、女の価値っていうのは数値化できるのか実験と、うん、それからやっぱりセックスワーカーっていうのはやっぱりなんで世間にねあんなに眉を責められるのか、本当に魂が汚れるのか、はい、みたいなね、まあ、それもあってね、じゃあ自分がやってみようみたいな形になって、うん、はい、でデリヘルをやったんですね。新宿でやったんですか、うん、新宿ですね、はい、しかもデリヘルも出張型は危険なんで、はい、相手の家に行くから、うん、だからやっぱり箱ヘルじゃないですか、一番安全ですよね、うん、でまあ新潮社の人が言って、はいはい、で新潮社の人が風俗ライターの方を、はい、手配してくださって、はい、その方の一押しの、はい、なんか隣の奥さんっていうデリヘルで箱なんで行かなくていいし、はいはい、それでどうでした、指名とかは。指名も全然ダメですよ、誰一人私をリピートしませんでした。態度が でかかったのか、うん、それもあると思う。そんななんか私ね、もう本当にね、下手に出られなくて、うん、あと可愛らしい態度はしなかったんです。しなかったですね。あとね、まあちょっと S っぽい人が好きって思ってるお客さんが来て、はい、なんか言葉攻めされたいんで、はい、ちょっと俺を言葉で攻めてくださいよっていうからさ、はい、やりながらですね、はい、どう気持ちいいのみたいなこと聞いたら、はい、お姉さんちょっと怖いんですけどみたいなM にまで怖がられ、なんかもうどうも壺を外すみたいでね、はい、うん、ダメでしたね。1日どれぐらい稼いだんですか。1日、まあ家で原稿書いてる方がはるかに稼げます。そうですか、ね、じゃあホスト遊びはどれぐらい使ったんですか。ホスト遊びはどれぐらい使ったんですかね。3000万。1年で2年で2年で3000万使ったそうです。一人の人ですか。うん、ほぼ一人ですね。好きだったんですか。その好きだったんですよ。あ、うん、
じゃあ誕生日とかにボーンと、誕生日とか月末とかね、はい、月末にホストの順位が決まる締め日があるんで、そういう時にガンガンシャンパン入れてですね、その締め日にどれぐらい使うんですか。どれぐらい使ったんだろう、覚えてて知らない。それカードの話でしょ。カードのサイズ、そう、私ね後半はね、私も勝手な申し訳なさから、あのこっそりATM でお金を下ろして札束を持ってホストクラブに行ったりするようになったので、はい、後半は、もっと使ったかもしれないです、ね、一晩で、でもこれからもぜひ豪快にやりたいと思われたことをやって、でご主人に支えられながら、そうですね、楽しい日々を過ごしていただきたいと思います、どうもありがとうございました。